ウミスケがいるのはスダテと呼ばれる網の中。スダテは千葉県木更津市のバンズ干潟で60年以上も続いている伝統漁で、満潮時に入った魚が干潮になると出られなくなる自然の力を利用したエコな漁として今注目されています。でも守られているのは伝統漁だけでなく、僕も大好きなアマモだ。そんな海を守り続けたい海恋仲間が、だんだんこう変わってきてますよね。当たり前のものがね、なくなるのが一番怖いですよね。海に恋する仲間探しの旅、海恋。実方さんは春夏はスダテ、秋冬は海苔養殖のベテラン漁師ですが、雑草ぐらいな気持ちしかなかったと思いますよ。船のスクリューに絡むほど生い茂るアマモは邪魔な存在と見られていました。しかし本当減ってますね。潮の流れも良くないし、酸素が減って、ちっちゃな生き物住みかがなくなっちゃうんで。そう、アマモは海のゆりかごとも呼ばれ、生き物の営みを助ける重要な存在。ところが近年の地球温暖化などの影響で減少中なんです。考えの甘さに気づかされた時に行動していかないと結果って繋がってこないんで。そこで専門家にお願いしてアマモのことを一から学び、仲間と一緒にバンズ干潟のアマモを保護するだけでなく、近隣の海に種を分けて増やす足がかりに。恩恵をもらって生きてきたんで、今度は我々がね、海に恩返し